奈良市の平城宮跡では、25日と26日の2日間、大立山祭りが行われました。今年は初めての試みとしてリレーマラソンも開催されました。大立山祭りは観光客が少なくなる冬の時期に賑にわいをもたらそうと毎年行われている催しで、県内のさまざまなグルメを楽しむことができます。 5回目を迎えた今年は、祭りをもっと多くの人に知ってもらいたいと新たにリレーマラソンが企画されました。コースは1周およそ2キロメートルで、フルリレーマラソンは22周、ハーフは11周となっており、チームでタスキをつないで2人から15人で走ります。この日は86組が出場し、家族や会社の仲間と一緒にチーム一丸となって汗を流しました。 ランナーには飲食ブースの割引券が配られるなど参加特典もあり会場を訪れた人たちはそれぞれ祭りを楽しんでいました。